にちは。美容歴25年、伊沢よしこです。今日はこんなご質問をいただきました。美白コスメはシミができてからでも大丈夫？というご質問です。正解は、って感じなんですけども、理想としては美白コスメというのは予防の効果もありますので、シミができる前からつけてください。やはり多いのは夏になってからとか日焼けした後という方が多いんですけれども、先ほども言いましたように美白のコスメというのはシミを作らせないという効果、予防ですね、がありますので、早めに使われた方がいいと思います。そしてできれば1年中です。紫外線って365日降り注いでますよね。もちろん晴れの日や曇りの日や雨の日で量は違うんですけれども、それでも360日降り注いでいます。紫外線を浴びることによって肌の中のメラニンが活動してしまいますので、それをしっかり抑制するような効果のあるもの、美白コスメを使われることをお勧めいたします。美白コスメといいましても美容液だけではありません。化粧水や乳液、クリームタイプのものもありますので、ご自身の好きなテクスチャーをね、お選びになられてもいいかなと思います。そして中には週に1回や2回のマスクという形で美白のものを使われる方もいらっしゃるんですけれども、何度も言いますが毎日がおすすめです。時にはね、集中マスクとして使われるのもいいんですけども、ベースは毎日美白のものを使っておいてプラス集中ケアをするというのがおすすめになります。これからますます日差しが強くなってきますので、シミができてしまったと気づいてからのケアよりも予防としてのケアをおすすめいたします。今日は美白コスメはシミができてからでいいの？というお話をさせていただきました。今日のお話がなるほどって思ってくださいましたら、高評価ボタンやチャンネル登録、コメントなどいただけると励みになります。今日もご視聴くださりありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。